本と物なりとは、近世日本において土地に付加された租税のうち、県地によって国高が示された田畑及び屋敷地に課税されたもの。江戸幕府や諸藩が付加した年貢の中でも、中心的な地位を占め、本年貢、取り方も称された。また、単に本と物なりとも呼ばれた。近世日本において農民が負担した年貢の最もっとも、基本的な負担であり、反対に、 武士から見れば、最も基本的な収入であった。原則的には、検知が可能な田畑や屋敷地が負荷の対象であり、検知が困難あるいは不可能な三輪縁や、故障が買に対してはそれらからの生産物に対して、負荷する小物なりが適用された。小物なり以外にも、各種の負荷税、高かかり者、夫役、浮き役などの負荷が行われており、こうした雑税と区別する意味で、 本当のなり、本年具の用語が用いられた。本当物なりは、基本的には、米で収めることが原則であるが、畑における、本当物なりでは、麦や大豆、漆などの農作物による、現物農が行われ、地域によっては、金農との併用も行われた。また、時代が下るにつれて、米の現物農であった他における、本当物なりの地域でも、 石大農や勤労が一部で行われるようになった。これは、貨幣経済の影響が大きくなったことによって、領主経済における米の位置づけが低下したことが影響しているとされている。さらに、専売制や営業税、雇用金などの商工業を対象とした負荷が登場したことによって、本当ものなりの地位は落ち込むことになる。天保年間には、 幕府の年貢収入全体における米農の割合は4割にまで低下していった。ありがとうございます。